あなたが図書室に返却してください。なぜですか？ではお渡しします。昔、私と何かありました。なら結構です。私麻生です。お嬢じゃありません。私そんな取材はしたくありません。コーナーがありますから。お休みにする理由がありません。地味かどうかは読者が決めることです。それはたちの悪い噂です。あれは偶然が重なった結果だったと学園側も発表したじゃないですか。
人が星原さんだとおっしゃるんですか？どちらにしても確かな根拠もないのに人の名誉を傷つけかねない取材をするなんてお断りします。関連性って何ですか？推測に過ぎないじゃないですか。それも時と場合によります。何よ。何をイライラしてたのよ。もしかして記憶喪失かしら。部長、弓倉さんの場合はただの貧血だったんです。彼女がお医者さんからもらった診断書、私見せてもらいましたから、間違いありません。友達です。最近はあまり都合が合わなくて一緒に帰ったりとかしてませんが。先生たちの判断が理性的だっただけです。言論の弾圧だの何だのというほどのことじゃありません。Thank you.
私たちは学園祭の担当じゃないのよ。いつも通りの新聞記事を作りましょう。私、担当じゃないもの。ありがとう、神岡くん。うん、でも部長を怒らせちゃったね。私はいいの。私らしくない？神岡くんは星原さんの噂って知ってた？そうよ、変な噂ばかりだって。自殺したけど生き返ったとか。
神岡君はなぜ新聞部に入ったの？私が誘ったから入部したの？何ぼーっとしてるの？ところで、学園祭用の特集記事は何にしようか？うん、ごめんね。いい子ね。モデルになってくれてありがとう。神岡くん、ほら、この子オスだわ。驚かないの？あら、三毛猫のオスは珍しいの？そもそも三毛の遺伝子はメス猫の。